よろしくお願いします。お願いします。後半戦です、ちょっとメンバーを入れ替えまして、はい、後半のテーマはレッドアンダーサーティーファイブの攻略法、つまり参加される皆さんのために行うトークショーです。なので、これまで審査員をやっていただきました、まず落合さんと、はい、そして千住さん、はい、よろしくお願いします。していただきました。それで、これまで受賞された引き続き糸井さんと本岡さん、はい、そして、山本さんは2018年のゴールドエッグで岸朝子賞受賞された、まあ、一応攻略したという3人ですよね。そうですね。うん、ということでまず落合さん、はい、僕落合さんの審査が最もレッドらしいなと思ったことがあって、ええ、2017年赤井健二さんがレッドエッグ取った時、うん、最初落ちてたんですよ赤井さん。赤井さん、それを落合さんが書類見てこの子面白いと思うんだけどな俺って言って、はい、すごい押したんですよ。でも落ちてたのにそこで繰り上げで最後の一人で上がったんですよね。確かそうです、ね、ええ、最後の一人でレッドを取っちゃった。それでレッドを取ったっていう、あれはなんか光るものを感じた。何だったんですかあれは。まあそうです、なんかちょっと結構機関棒みたいな感じで、ここに応募してくる人は大体仕事は普通にみんなできる人なんですよ、当たり前に。だ特にその中で秀でて仕事ができる人というよりも、何かこうこれから先可能性のありそうな、ちょっとみんなからこうなんか統率力のありそうなというか、でもちょっとあいつはダメだよっていいよってこう言うのが、そういう人の方が面白いと思ったんですね。みんながみんなあいつだっていうよりも、いやあいつはダメなんじゃないかとか、あいつはいいんじゃないかとか、そういうのがなんか、そういう人の方がやっぱりまだそこでできてないわけですから、その彼は。それからこういうところで揉まれて、自分でその世の中が、まあ、改めてもう一度目標に向かっていくと、なんか楽しい料理になるんじゃないかなっていうふうに思って、それがなんかちょっと引っかかって、平均点じゃない方がいいってことですかね。 それ言ったら初代の杉本、はい、あれもそうですよね。あれも結構賛否あったんですけど、でも絶対の面白いっつって、なんかそういうふうに、なんていうんですかね、ちょっと平均点よりもなんかちょっとこの人会社でひょっとしたら問題児みたいな、いや悪い、いい意味でね、そういう人の方がね、僕ね、伸びる気って分からないですよ。伸びない人もいるかもしれないけど、なんかこういいものを持ってるような気がしていつもしょうがないんですよ。何でもかんでも俺妥協するばかりじゃなくて、まあ、若いうちは妥協するなんてよく言うじゃない、言われましたよ、なんかもう、そういう人の方がなんか面白い、何か僕らにないものを持ってるんじゃないかなと、ね、そういう気がしました。はい、千さんは今までの審査で印象に残っていること、はい、もしくは何かこんな基準で選んでたってありますか。そうですね、僕は音楽家でね、作曲家でものづくりで、共通点があるとすると時間の職人なんですよ。時間を作る、で時間を作るって、僕たちって時間の三角形っていう厳格なスタートからエンドまであって、その中でものを作る職人として曲を作るんです。基本が 90点、 90% ですけど、僕らの世界もね。でもプラスの 10% を見つけるって仕事、それを僕は時間をこの人たちどうやって作ってるんだろうって、どういうこの時間を提供してくれるんだろうと。料理はもちろんそうなんですけど、料理の他の部分でやっぱり音楽家としてのジャッジっていうのはそこにあったと思いますね。もちろんこの美的なところもあったりとかね、そういうのはやっぱりね、すごく覚えてるんですよ。そういう意味ではその音楽家として料理以外のものにどれだけこうなんていうのかな、そのセンスを持ってるかということ、それとその時間を作るってことを分かってるんだろうか。これ温度も含まれますよね。で順番が大切ですよね。でそういうことを短い時間の中でね、即座にこう組み立てなきゃいけないっていうのは全く同じ。だから僕音楽コンクール
いくつも審査やってますけど、全く同じ脳を使ってたと思います。ただやっぱり僕の方もちゃんと仕込んだんですよ。ずいぶん勉強してこの2年間は。で、ずいぶん面白かったです。音楽以外のことも学べたし。でも最終的にね、その人たちの個性っていうのは、僕のような審査員がいる場合は、人間育ってきたバックグラウンドとか、そういうものがもろ出てるところ見てるっていうこと、それはやっぱり真実だと思いますね。皆さんのバックグラウンドを見たっていうことです。まあ、皆さんは攻略した人たち、まあ、これから挑戦してくる人の先輩ですけれども、先輩から後輩へのメッセージとしてアドバイスありますか？これは気をつけた方がいいとか、これをやったら受けがいいよとか、自分のその経験で。いやでも糸井くんのやっぱり音楽かけてリラックスさせて、で温かい一杯を出すっていうのは、あれはなんか比較的こう装飾した感じはあると思うんですけど、でもあれはすごい生徒さんのことを思ってたというか、やっぱ温かいものを出して体温めてもらって、リラックスできるように音楽かけてあげて、勝ちに行くぞっていうよりかは、その場面の審査に入ってくれる学生たちのことをすごい思ってたと思うんですよ。やっぱりあの場面に立つと、みんな自分が勝ちたいっていう思いも少なからず前にのめりになると思うんですけど、でもそこでやっぱ相手のことを考えられるだけの心の余裕と、あとは思いやりがすごいあったなと、褒めすぎあったと思うんで、でもそういうやっぱり、まあ名前さんも前半でおっしゃってましたけど、審査員の皆様が審査してくださるんだから、審査員の皆さんのことも考えないとダメだよって前半でおっしゃってたんですけど、でもまさにその結局自分の料理に思いを込めるだけじゃなくて、やっぱり周りで審査してくださる人、見てくださる人のことも考えないと、やっぱりこうレッドにはなれないんじゃないかなとは思います。はい。なんか僕たちの世界では本当に個性がどこにあるのかっていうことを、もういつも個性とね、あとなんて言ったらいいのかな、悪とかそういうものなんですけど、ある程度の修行が終わると、それの発見をみんな始めるんですよ。だからどこにこう自分を出すかっていうこと、それ一つでいいと思うんですね。なんか真に一個それを出したいものが一個でいい、一個でいいから伝われば成功だと思いますよ。それはありましたね。特に僕は意識してたの、実技審査の時ですごい意識してたのが、レッドって特徴的なのか、全部のジャンルの料理人がいて、審査員の方ってあの時ってでも連続して食べてると思うんですよね。でその中で和食食べて、中華食べて、フレンチ食べて、イタリアン食べて、また和食戻るみたいな、多分そんなやったと思うんですけど、その中で、まあ、僕はフランス料理人なんで、フランス料理のじゃあ美味しいインパクトのあるのって何なのかって、そういうのを考えてましたね。やっぱり印象に、もう一口で印象に残るっていうか、そういうのはあります。それ落合さん、やっぱり大切ですか？たくさん食べなきゃいけないね。完食はかなりそんなに簡単じゃないんですよ。ですのでやっぱり一口でなんか、あ、これパンチあるな、こうなんかずっと口に残っていいなっていうのはやっぱり大事だと思います。これ短期決戦ですかね、特に、うんうん、1年間僕を見てください、1年間というか何年か僕を育ててくださいっていう番組じゃないですから、その一発で勝負決まるわけですから、その考えは合ってると思いますね。それを皆さんに伝えてあげたらいいです一次審査でもね、膨大な量じゃないですか。でこれをどうやって皆さんジャッジしてるかって、もうほとんど勘みたいなもので仕分けしてる、いや勘じゃないですよ。相当一生懸命やってますよね。もちろんすごい量ですからね、500人とかにきちっとあれだけど、やっぱりその時から出てるんですよ、残る人たちって。なんかそう、ゴテゴテしたものっていうか、なんかよくまとまってなかったりすると、やっぱり力が弱いですよね。なんか主張が一個あって、主張実は僕の手元にですね、審査現場を最もよく知る事務局スタッフから取ったマル秘アンケートっていうのがありました、ね、まあ一番最初から最後まで全部見てる人たちですからね。アピールシートっていうのが毎回あるんですけど、自由に書く1枚、エントリーで個性を一番表現できるのはアピールシートです。見せることを意識して、丁寧に自分らしく自由に作成してほしい。鉛筆で雑に殴り書きしたものをスマホで斜めに撮ったり、自分の影が写って文字が読めなかったりでは、せっかく良いことを書いても
ダメです。内容はもちろんですが、最後まで読みたいと思わせる魅力的な作り方をしてはどうでしょうか。あ、その通りですね。大事ですね。何にも書いてないと、なんかこうやる気ないのだったら応募するのやって思いますから、なんか一言二言書いてほしいなと思いますけど、そうですね。でもあれ全ての新選が500人分読むんですもんね、これすごいですよ。いや俺ねついてることあの時たまたま2週間船だったんですよ仕事が。船に持ってってやることないでしょちゃんと言うんですよ、僕は結構コンサートの楽屋で飲んだりね、あの DVD 見たりね、逆にものすごくあのほら音楽の現場から離れてやっぱり制作現場に見るっていう感じになるので、なんかものすごく共感しながら見てましたね、あれは、多分逆に勉強になりました、ものすごく、人に見せるってこういうことなのかとかね、それはありますね。あの僕らの世界でもね、汚く書いた譜面っていうのは汚い音が鳴るんですよ、綺麗に書くと綺麗な音がするんですよ。だそれと全く同じだなと思いますね。レシピを書かれてる字とか見てもなんとなく分かる、そうですね、まあ、下手は下手でしょうがないんだけど、それなりに一生懸命書いてるなっていうのは感じるのはやっぱあるじゃないですか。全部真剣に読むんだけど、それなりにやっぱり真剣に読んじゃうんですね。あ、この人すごい一生懸命書いてるなっていうのを感じるもんね、そこから、山本さんなんか応募した側としてありますか、これは気をつけた。実はレッドは3回出てるんですけれども、今出る人に言いたいのは、その才能を発掘するっていうところはあるんですけれども、じゃあ自分は才能があるのか天才なのかって思って応募している人って本当多分一握りだと思うんですね。でそこでその攻略法ではないんですけれども、3回そのやってきた中で、今までその3回のうちでやっぱり今回が一番自分で良かったなと思っていて、まあ、意識が全然違ったのと、やっぱりその500人以上見るその第一印象ってすごく大切だなって私は最初思っていて、自分はそのプロデューサーの立場であったとしても、プロフェッショナルでない部分ってすごく第一印象のところでよく見えると思うんですよ。例えば写真写りだったりとか、料理に対するそのプレゼンテーションの色合いだったり、その文章力だったりとかっていうのは、ちょっといろんな人に助けてもらったというか、とにかくこう人を巻き込む、人にあのアドバイスを求めたりとか、もう時間場所お金全てにおいて自分にないものをあらかじめもう用意しとく、その題材が題が出る前にできることを全てスタンバイして、こう用意スタートの段階で思いっきりスタートが切れるような準備は2年前は3回やってきた中で、今まではできなかったけど やったっていうのは大きかったなと思いました。今までデータによりますと、歴代ファイナリスト平均応募回数2回、大体平均調理経験年数13年、最多出身地は東京ですね。で歴代レッドエッグ最多出身地京都、杉本さん、杉本京都、そうこう見るとですね、面白いデータがあるんですけどね、応募地区当然1位は東京です、2位が大阪、3位が海外、海外の人多いんですね、モチベーションが高い人が多いっていうことなんでしょうね。で京都、福岡、神奈川、兵庫と続いて、実は今まで47都道府県中1人も応募してきてない県があるんですよ。結構意外なところ、意外、そうなんかな、北かな、青森とか、ま、なんか単、ね、北か中国地方か、サインのサインのほうさ、ね、島根とか思ってませんか、思った、島根仕事行かないと島根はですね、いらっしゃいました、2人います、ブービーメーカーっていうか、ビリから2番目ですね、はいはい、青森はないんですか、青森は16名、意外といますね、沖縄とか、沖縄いたと思います、沖縄はね、34名で17位です、どこなんだろう、じゃあ言いますね、秋田県、ゼロなんですか、秋田県、そうですね、だから秋田の人が応募した時点でまず注目を集めます。
来た。来た。そういえばイベントの回数少ないもんな。でここに審査員の攻略法というのが事務局のマル秘メモで。まず審査員から必ず出る質問。もしあなたがレッドエッグを取ったらどうしたいですかというこの質問は必ず今まで出ていたように思いますと。優勝してやりたいことを明確に語れるようにしておくべきだと思います。うん、覚えてます？言われたの覚えてます。覚えてます。なんて言ったんですか？僕はあの変わらないって言ってましたね。はい、変わらない、はい、そのままの、はい、でしたね。審査員の攻略方法その2。審査員全員が優等生好きなわけではない。うん、まあ、その典型、うん、典型です。これからの食の未来の発展に寄与するリーダーを選ぶと言っても審査員みんながいい子、うん、優等生を選ぶわけではない。すでに名声を得ている人ではなく新しい感性やスタイルを持つ原石を求めている。多くの人から共感を得られて助けてあげたくなる人、応援したくなる人を探している。ああ、そういう意味で謙虚って大切ですか？そう、謙虚大切ですよね。まあ、初対面ですかね皆さん大体。機関も好きですけど謙虚な中にもそういう気持ちを持ってる人はやっぱりいいなと思いますね。まあ、きちんと挨拶は普通に当たり前にできる人がやっぱり気持ちいいですよね。普通にこうお話してても、まあ、人間としては平等なんですけど、ただ年齢が上か下なだけで、でもやはりその中で普通にこう挨拶できて普通にお話できるって大切じゃないですか。そうするとこちらもってやっぱりそういう気持ちに当たり前になるじゃないですか人間って。そこだと思いますよ。まあ、僕は、ね、こういう性格ですからって最初から言われてもそれは分かんねえもんなと思う、こっちはね。後で分かるかもしれないけど、落としてから分かるとかそんじゃ意味ないしね。でも離れするっていうことはすごく重要だなって思っていて、そのコンクールやっぱ出るにつれやっぱりすごい慣れていったりとか、こうやって話すきっかけができたりだったとか、なかなか料理人ってシェフ料理長じゃない限り人前で話したり、その上に立つって何かするっていう自分の料理をするっていうことがないので、大きかれ小さかれこういうコンクールだったり人の前でこう話すっていうことは絶対経験するとすごい役に立つと思います。はい、最近ですよ僕普通にこうなんか本当ですよ最近ですよ。なんか結婚式での祝辞とか苦手だったんですから僕。よく人間国宝の方そう言いますよね。いつ頃三味線分かるようになったんですかって、いや最近ようやく三味線が分かるようになりましたっていう勉強しよう。失敗する選手のパターンというのがありまして、失敗する選手のパターン、中途半端な情報は要注意。例えば食のサステナビリティの重要性を語る選手が最近増えてきたけれども、そういうことを審査員を前に語るような時はきちんとした情報や自分なりの主張がしっかり定まっていないと危険です。ね、中途半端な情報で語るとアラが出て見透かされてしまう。はい、それやっぱりそうですね。いろんなテーマがずっとありましたんで、まあ、そのたんびそのたんびに、まあ、いろいろなことをお話してくださる方がいますけど、やはり専門家がこっち多いですから、専門家に突っ込まれるとやっぱり崩されますよね。あと地域押し押しはちょっと注意。地域の発信にこだわりすぎるあまり、審査ごとの課題にその地域に紐づけて回答を出し続けるとそれしかできないのかという印象が残ってしまうことが、地域活性にこだわった先に何を伝えたいのかが重要。それもどこの、まあ、例えば日本では一度一都43県どこも思ってることですからね。うん、そうですね。同じこと全てみんな思ってることですから、まあ、一人だけ言ってもなって思いますよね。まあ、僕がすごい思うのは審査員の方の質問で、まあ、絶対これなんでこうしたのとか、なんでここにこういうのどう思ってつけたのっていう質問とかも絶対、まあ、あると思うんですよ。それはもう素朴な質問ですよ僕たちは。だからその自分が出すなんかも料理に対して全部に全部と理由を持っとけば、多分どんな質問来てもそれを、まあ、真っ白になっちゃうかもしれないですけど、まあ、何かしら言えると思うんですよね。まあ、そういうことかなと思うんですね。はい、なんかこう山本さんがおっしゃってたように、まあ、準備するでいろんな準備をするっておっしゃってたんですけど、逆に僕は あんまり準備してなかったというか、とりあえずもう
どんだけ取り繕って自分を作ったりとか料理を作ったとしても三次審査まで例えば行くと突拍子もない質問がきっと来るなと思ってて、まあ案の定行った時に例えば趣味何なのみたいな趣味何なのみたいなのが来てそれ大事だよね、はい、僕ら聞く感じであ音楽ですみたいになって、あ音楽何聞くのって多分お二人だったと思うんですけど、でジャズ好きですってジャズ誰が好きなのルイ・アームストロングですと渋いねみたいな話をなんかしたと思うんですけど、そういう例えば料理の質問でも趣味の質問でもやっぱ用意してないことを聞かれることがやっぱり多いし、それってでも日頃やっぱり考えてることだったりとかありのままの等身大の自分でしか答えれないので、やっぱそこで例えば取り繕った即席の、自分のキャラクターだったりとかそういう地球環境のことだったりとかしてもやっぱり通用しないと思いますし、日頃からやっぱりそういうことを考えて仕事に臨むっていうことがすごい大切なんじゃないかなとは。そうですね、おっしゃるとおり普段から生活ですね、やっぱりね。そうですね、つけ焼き場ってのはなかなかね、はい、うまくいかないですよね。だからなんかやっぱり最初に言ったようにバックグラウンドというかね、その人の生き方というかそういうものって結構だから最終的に助けるものってそこじゃないですかね。あとルールに縛られすぎると失敗しがち。レッドアンダー35は大学入試ではなく劇団の入団面談に近い、落とす審査ではなく光るものを見つけるための審査、一律で行うために大枠のルールは示しているけれども基本的に何でもありなのがこの大会、心配だからやめておこうよりはとりあえずやってみたという精神を持っている人が選ばれる傾向にあると思います。心配なことはいつでも事務局に問い合わせをしてみる。優しいそうですね、事務局に行ったらいつでも回答もらえますからね、まあでも何はともあれ出さないと始まらないですからね、そうですね、たまたまこう夜中にテレビつけたらこれやっててなんだと思った料理人の人がふと出してそれがきっかけでした思えばみたいな、よく先日ありますよね、友達の自分はオーディションを受けるつもりじゃなかったのに一緒についてったら私がスカウトされたみたいな。ありますあります、はい、なのでこう思わぬ人が取るかもしれませんしね、だから光るものをねみんな持ってるんですけど、それが見つけてもらえたらね勝ちですよ、まあ、でも今までの数でいうと500分の約1なわけじゃないですか、500分の1って確率的にはものすごく低くはないじゃないですか、だって宝くじ当たるよりも全然高いですよね、僕はだから料理人ではないんですけど、その一次審査二次審査三次審査ね、僕の視点で見てきたけど重なるんですね、不思議なんですねこれ、そう外れてないんですよ、そうですよね、そういうものなんですよ、もうここに出てくる人たちはだもしかしたら料理を作ってるんだけどそれ以外のものを作ってるっていうのは見えてるんですよ、だから残る人も分かるっていうかそうずれないですよ、だからそれはまあ何でしょうか、その自分の才能を信じてね出てきてほしいと思いますね、はい、じゃあ皆さんぜひ応援の方応援します、はいはい、よろしくお願いします、頑張ってください、どうも今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、どうも